シビラシステム統治下において法律など不要。本当にそうでしょうか。命が通称ストロンスカヤ文書、それを使えばシビラが世界に与える影響を予測できる。姿を消す前と後じゃまるで別人だ。獣の群れを野生化させてしまった。この責任は取らねばならない。人はシビラの下でささやかな幸福を求めるだけだ。来てくれますか。来るなと言ってもついていく。